世の中の解くべき課題っていうのは 1% ほどしかない。イシューの見極めとか絶対的に必要だと。どうも、ありがとうございます。マレーシア在住の起業家、横山奈緒です。今回はですね、イシューから始めようから学ぶバリューある仕事をするための3つのステップをですね、マレーシアより解説していきたいなと思っております。あなたは価値のある仕事ができていますか？その価値あるですね、仕事をするためにはですね、イシューから始める必要があるというのがこの本に書いてあることなんですね。で、イシューから始めないと犬の道というですね、すごくまあ効率が悪い働き方になってしまうということが書いてあるわけなんですが、今回ですね、イシューから始めようから学ぶ価値ある仕事をするための3つのステップについて話をしていきたいなと思います。で、この動画ではですね、どうしていけばいいかっていうそういった具体的な話とかですね、実際に使える話っていうのもしていきますんで、ぜひですね、最後まで見ていただければなと思います。では早速行ってみましょう。イシューから始めよう3つのステップということで話をしていきたいと思うんですが、まず1つ目のステップはですね、これイシューを見極めるということなんですね。まあイシューって何かっていうと、イシューってまあ課題とかですね、まあ問題とか課題ということになるわけなんですが、まあとにかく今回課題というところですね。著者はですね、マッキンゼーで11年間勤務して、まあ現在はヤフーでも活躍しています、アタカ・カズトさんという方なんですが、アタカさんはですね、そのイシューをですね、何を考え論じるべきか、そういったことを明確にしてやっていくべきだということを話していてですね、解くべき課題っていうことが、まあ、そのイシューだということだと、まあ、定義をしています。またですね、アタカさんなんですが、その世の中の解くべき課題っていうのは 1% ほどしかないとも、まあ、話をしているわけなんですね。 1% しかない、まあ、そういった、まあ、解くべき課題のことをですね、まあ、それを解いていくことを、まあ、バリューある仕事ということで定義をしているわけなんです。解くべき課題っていうのは何かっていうのを理解してですね、バリューある仕事っていうのをやっていくため、まあ、価値ある仕事をやっていくためにはですね、イシューですね、解くべき仕事っていうのをしっかりと理解してやっていく必要があるということなんです。バリューある仕事なんですが、軸でですね、まあ、X 軸と Y 軸においてですね、 X 軸にイシュー度ですね、課題の質っていうのを持ってですね、 Y 軸に縦軸にですね、解の質ということで、明確な答えの度合いということで、まあ、これ4つに区分してですね、右上に位置するイシュー度が高くて解の質も高いっていうものに関して、まあ、この部分がですね、仕事になる、まあ、そういったバリューある仕事だということで定義をしているわけです。ですから、ここの課題に対して、まあ、アプローチができていて、解の質が高いものっていうのをやっていくからバリューある仕事になりますということなんです。まずですね、そのイシューを見極めるということがすごく重要で、イシュー度が高いものから始めていくっていうことがすごく重要だということなんですね。多くの場合はですね、そのイシュー度が低いもの、それに対して解決をしていくみたいなことをやっていてですね、まあ、大量に行動しようとする人が多いと。しかしですね、まあ、それだと多くの無駄が生まれてしまうということで、まあ、これ犬の道ということを言ってるわけなんですが、その犬の道っていうのを歩むことになるというようなことを言ってます。で、この犬の道っていうのはですね、その Y 軸、まあ、解の質を重視して明確に答えが出せるものからやることをやっていくことで、まあ、それだとですね、大量行動をしないといけないということにつながってしまうということです。ですから、その解の質ですね、明確に答えが出せるとか、まあ、自分が分かるとか、そういうことではなくて、イシュー度が高いものを対応しないといけないということで、そのためにですね、イシューの見極めということが絶対的に必要だということなんです。多くの人はですね、その自分が問題が解決できるとか分かるということをやっていて、そのイシューの見極めということをやってないということなんですね。で、イシューの見極めをするにはどうすればいいかということなんですが、このこともこの本の中には書いてあってですね、イシューを見極めるためにはですね、言葉で表現する必要があるということなんです。言葉で表現する、まあ、言ったら言語化できるっていうことによってですね、そのイシューが重要かどうかっていうのを見極めることができるということなんですが、言葉で表現するためにはですね、ポイントが3つあります。まずはですね、イシューを語るときに、まあ、主語と動詞を入れるというのが1つ目ですね。で、2つ目はですね、 where とか what、 how を使っていきましょうっていうのが2つ目です。で、3つ目は比較表現を入れるということで、まあ、その比較をしていくということなんですね。で、この3つのポイントをやることによって言葉で表現できますということなんですが、まあ、その1つ目ですね、まあ、主語動詞はまず入れましょうということなんですね。まあ、これ必須だということです。で、2つ目のですね、 where っていうのは、まあ、どこを目指すべきか、で、 what っていうのは何を行って何を避けるべきなのか、で、 how はどう行うべきなのかっていうことを意味するということなんですね。ですから、この where、 what、 how ということで、どこを目指すべきか、何を行って何を避けるべきか、どう行うべきかっていうことをやっていくということです。で、3つ目の比較表現に関して言うと、 A ではなくむしろ B みたいな形で、まあ、一言でですね、比較を表すっていうことをやっていくっていうことをやっていくと、イシューっていうのを言葉で明確に表すことができて、で、そのイシューがすごく重要なのかどうかっていうのを考えることができるということなんですね。イシューを見極めるためにですね、さらにですね、良いイシューの条件ということを言ってるわけなんですが、1つ目はですね、本質的な選択肢であることですね。2つ目は深い仮説があるということで、3つ目は答えを出せるものという条件もあります。で、このですね、良いイシューの条件として、まあ、3つのことがあるわけなんですけど、その1つ目の本質的な選択っていうことをやらない人ってすごい多いわけですね。手前にある課題とかですね、問題っていうことを、まあ、意識してしまって、で、本質的な課題とか本質的な問題っていうところ
ところに対してアプローチしないとうまくいかないということなんです。で、二つ目はですね、まあ、そういう仮説が、深い仮説がしっかりとあるということで、で、三つ目は答え出せるっていうことですね。だからやっぱりその仮説がしっかりしていて、まあ、こういうふうじゃないかっていう仮説がしっかりできているっていうことであったりとか、あとは答えをしっかり出せるかどうかっていうのもすごく良いイシューかどうかっていうことの条件になっていくわけですね。ですからそういったところで良いイシューの条件としてもこの三つがあるわけなので、まあ、そういったところもですね、間違えてしまって、特に本質的な選択肢というところで、どうしてもですね、手前にある課題とか、あとは、まあ、その自分が解決できるっていうことをやってしまうっていうことはやっぱりすごく多いですし、まあ、僕自身もそういうふうになってしまうこともやっぱりあったりするわけですね。でも本質的にはどこが問題なのかとかですね、本当に問題になっている課題になっていることはどこなのか、今回で言うとその本質的な課題とか解決しないといけない課題っていうのは 1% しかないって考えると、本当にボトルネックと言われる本質的に問題になっているところっていうのを見つけることによって、まあ、それを解決すればですね、まあ、全てが解決されるみたいなことがあるわけですね。ですからそれを見つけ出す、でそれが分かることによって、まあ、イシューから始めようということで、イシューから始める理由としては本質的なしっかりとした課題ですね、まあ、全ての問題を解決するような課題を見つけていく、まあ、そのためにイシューをまず見つけて、そのイシューに対してアプローチをしていく必要があるということなんですね。でその中でもその答えを出せるものっていうところも考えていけないというところで、逆にその答えが出せない場合っていうのは、そのイシューっていうのはまあ自分ではどうにしようもならないので、まあ、手放していってですね、まあ、自分が答えが出せるものに対して対策をしていく、アプローチをしていくっていうことが必要だということです。ですからイシューから始めようの3つのステップの、まあ、1つ目はですね、とにかくそのイシューの見極めということで、まあ、今回ですねこの話を聞いて、あ、そのまずは問題点とか課題点から考えないといけないんだっていうのを理解していただいてですね、でその中でじゃあ自分ができることではなくて、本質的にどこが問題になっているかっていうのをしっかりとちょっと考えていただけるといいなと思います。で次にですね、イシューから始めようの3つのステップの2つ目なんですが、2つ目はですね、ストーリーラインを作るということなんですね。解くべき、まあ、その課題とかですね、解決すべき課題っていうのが、まあ、見つかった後っていうのは、まあ、そのイシューを分析してストーリーラインっていうのを作っていきます。でストーリーラインっていうのは何かっていうと、結論に至るまでのそのメッセージの流れであったりとか、まあ、コンテンツの全体像ということを、まあ、論理立てて、まあ、構築するというものですね。ですから、まあ、課題がこういうふうにあって、こうでこうでこうでっていうことで、まあ、言ったらプレゼンテーションとかするときにも、全体の流れですね、構成をしっかりと作ることによって、まあ、そのストーリーの流れですね、ストーリーラインを作ることによってうまくいくということなんです。で、このストーリーラインの役割は、まあ、3つあるということなんですが、その最初のですね、立ち上げの段階っていうことで言うと、チームの目的意識を揃えて、検討範囲を明確にするということで、まあ、言ったらやることとかっていうのがチーム内で分かる、明確になるということですね。まあ、これをやることによって、じゃあ何をやればいいかとか、何をやらなければいけないのか、何をやらなくていいのかとかっていうのが明確になってですね、やることが分かるっていうのが、まあ、最初の立ち上げ段階としては、役割としてすごく重要なわけですね。で、次にですね、分析とか検討する段階においては、そのイシューに対する、まあ、仮説の検証がどこまでできているかっていうのが明確にできるということなんですね。まずですね、スタートの段階では何やればいいかっていうのが分かって、で分析検討もどういうふうにやれてるかっていうのが分かってきて、最後のまとめの段階っていうことを言うとですね、プレゼンテーションとか論文をまとめる、まあ、最大のそういった資料を作る、まあ、そういったことにつながっていくということなんですね。ですからそういったところでもストーリーラインを作っておくと、まあ、いろんなところでも役に立つということで、まあ、逆にないとですね、どこから何をやっていいか分かんなくなるというところがあるので、ストーリー全体の流れを作っておきましょうということです。ストーリーの流れなんですが、まず一つ目にですね、必要な問題意識とか前提のある知識の共有をしていくということをやっていくっていうのが、まあ、典型的なですね、ストーリーの流れの一つ目です。で、二つ目ですね、鍵となるそのイシューとか、まあ、サブイシューというメインの課題、あとはサブの課題の明確化をしていくっていうのが二つ目です。流れの三つ目としてはですね、それぞれのサブイシューについての検討結果を書いていって、四つ目としてそれらを統合した、まあ、意味合いの整理というものを出していくということなんですね。で、このストーリーを並べることによって、まあ、こういうテンプレートとか型があるので、それに合わせてストーリーラインを作っていけば、ストーリーラインっていうのを作ることができますんで、まあ、そういったところでストーリーライン作っていくことによってですね、じゃあイシューに対して、課題に対してですね、どういうふうにやっていけばいいかとか、どういう流れでやっていけばいいかっていうのが理解できるようになりますんで、ぜひですね、課題を見極めたら次に2つ目としてやることは、そのストーリーラインですね、を作っていくということです。イシューから始めよう3つのステップの3つ目なんですが、3つ目はコンテを作って、そこからアウトプットをしていくということです。ストーリーラインを作った後はですね、コンテを作って、それをアウトプットしていくことが必要になっていくということなんですね。コンテっていうのは映画を撮ったりとかですね、アニメを作ったりとかっていうところで、どういうところにどういう画角を置いて、どういうコマ割りをしてですね、どういうセリフをつけるかみたいなことを書いていくことですね。じゃあイシューの場合ですね、何をやっていくかっていうことで、まあ、サブイシューを書いていったりとか、分析のイメージをどういうグラフを作っていくかとかですね、あとは分析の手法とか情報源っていうのをどういうふうに出して
していくかっていうことをまとめて書いていくということをやっていくわけですね。で、このステップでその絵コンテが出来上がったら、もうとにかく最後はもうアウトプットをしていきましょうという形になるわけです。ですから絵コンテを作っておくと、ストーリーラインっていうのは時系列の流れですけど、絵コンテっていうのはその発表の、まあ、どういうふうに発表したら分かりやすいか、アウトプットするためのそういった形ですよね。じゃあプレゼンテーションの場合は、意味ある課題を扱っていることっていうのをまず理解してもらって、で最終的なメッセージをまあ理解してもらう。でそしてメッセージに納得して行動してもらうってことを考えて、まあ、プレゼンテーションをやっていく必要があります。まずですね、まあ、意味ある課題を扱っていることを理解してもらうということで、まずまあ今回のタイトルでもあるそのイシューから始めようということで、問題ですね、課題っていうのがなんでこれを解決しないといけないかっていう、まず課題が間違ってしまうと、まあ、意味のある仕事っていうのはできないというところがあって、その意味ある課題だっていうことをしっかりと理解してもらうようなプレゼンテーションですね。この課題に対して対応していかないといけない、なぜならっていうところをしっかりと理解してもらうということです。で次にですね、最終的なメッセージを理解してもらう、どんなことを言いたいのか、その課題に対してどういうふうにやって、どういうことをメッセージとして伝えていくかということを理解してもらうということですね。で、あとはメッセージに納得してもらうような、まあ、エビデンスと呼ばれる証拠であったりとか、そういうものをつけたりとか、あとは行動に移してもらう、アクションしてもらわないと実際に変わらないので、その行動に移してもらうために、まあ、そういったところをプレゼンテーションとしてやっていくということなんですね。ですから、まあ、このポイントも押さえてやっていくとアウトプットができますよということで、まあ、今回ですね、イシューから始めようの、まあ、3つのステップということで話をさせていただいたんですが、まあ、大きな3つのステップとしては、まず1つ目としてはイシュー見極めましょうということで、どこに課題問題があってっていう、その本質的な課題というのは何かっていうのをしっかりと見極める、そういった軸を作ってですね、犬の道にならないように、まあ、しっかりやっていきましょうっていうのが一つ目ですね。イシューを見極めよう。で、二つ目としてはストーリーラインですね。時系列で並べていって、どういう風なストーリーラインで作っていくかっていうところを作っていくという、まあ、そのストーリーラインで、三つ目は絵コンテを作って最終的にアウトプットをしていくというところです。ですから、まあ、このイシューを見つけて、それに対して課題に対して、まあ、どういう風にやっていけばいいかっていう、まあ、これやることによってですね、まあ、すごくいい、まあ、それでプレゼンテーションであったりとか、まあ、そういったものを作ることができてですね、まあ、皆さんに納得してもらって、あ、この課題対応しないといけないよねとかっていうことが分かるようになるので、ぜひですね、まあ、プレゼンテーションもそうですし、仕事全般にすごく使える方法ですので、課題からストーリーライン作って、コンテ作ってアウトプットしていくっていう、まあ、この流れですね、ぜひ活用してみていただければなと思います。それではですね、今回の動画いかがだったでしょうか。僕自身はマレーシアのクアラルンプールでインターネットのマーケティングの会社をやっていて、概要欄とかコメント欄でですね、これからの時代に必要なビジネスをオンライン化してインターネットでですね、月で1000万以上売り上げるような、そういったやり方ですね、ビジネスのオンライン化のやり方についてのプレゼントさせていただいてますんで、ぜひそちら手に入れていただければなと思います。一言でもいいのですね、コメントいただけるとすごく嬉しいです。あといいね、高評価もですね、いただけるとすごく嬉しいです。すでに2万人以上がこのチャンネル登録してくれています。毎日のようにマレーシアからですね、お得な情報をお伝えしていますんで、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録ですね、しておいていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。